よし、お弁当食べよう。やっと展望台着いたな、友近くん、うんうん、どう、歩いた？あかん、うん、どう歩いた、ここまで、うん、どう歩いた、うん、天才たち、うん、お、お弁当タイムですね。橋があるかどうか、このビニールを開けたら分かる。はい、はい、ありがとう。あった。おー、よかった。お前、橋を入れたかどうか定かじゃなかったね。こっちで食べよっか。あっちで並んでってるから。うん。荷物はあっちに置いて。はい、欲しい。はい、ありがとう。友近、水筒は？あっちでランドセル。いいやろ。ランドセルじゃけど。ランドセル。ランドセル、背負いすぎて1年生だから。うん。なんでもランドセル。なんでもではない。そうですか。小学生あるあるなんだね。うわ最悪。交代したのか。あ、いい。いいよ。ありがとう。はい。パカ。うおー。すげえ。ミートボールはなしか。すげえ茶色いお弁当やけど。ほや。茶色弁当やん。まさやもんが作ったからな、雑やね。うん、まあでもうまい。急いで作ったしな。あ、よう知ってるやん。うまい、うまい。うん、うまいんですね。やばかったな。はい、今日の目的地の展望台に着いたので、はい、今日は一回帰りたいと思います。うん、ご飯も食べたことだしですし、ね、いっぱい歩いたな。うん、やっぱあの池からのすげえ山道が一番面白かったな。うん、中も入れへんかったし面白かったし。よし、じゃあ近日中に3回目の探検ということで、今回2回目やもんな。うん、2回目は石のストーンアーチみたいなところで食べました。ご飯はよく、あの偽物の魚、そう魚のいない池が1回目行って、レンガのお家みたいな階段があって、お家みたいな感じがあって、そこら辺を探っていきました。第1話地図なしで、はい、第2話は地図があったけどめっちゃ迷う。うん、まあ、今回はな、地図をゲットしたけどめっちゃ迷ったな。うん、しかもサブ凍えるやん。寒いな。よし、じゃあ急いで帰ろう。うん、じゃあ第2回カブト山探検終了します。あれ、手袋は持ってる。持ってるよ。あ、もう一個。うん、いやいや、けど地図的にはこっちの方が近いねんな。うん、いきなりめちゃめちゃ暗くなってきたね、友近くん。うん、
え、もしかして友近くん怖いし寒いし、ビビってるんですか？ビビってるんですか？怖いし寒いし暗いし。あ、そうか。いや、ゆっくり行こうか。ま、うん、っすぐ降りる、まっすぐ下る。これ夜とか聞いたらめちゃめちゃ面白そうやん。いやもう結構夜やけど、結構夜やけども、いやいや、まだだって18時とかなんやから、これが夜の8時とか10時とかだったらもっと真っ暗やで。また一回ちょっと夜来てみようか。夜展望台まで行けるかどうか。夜中の森林公園で展望台まで行けるか、行けるかチャレンジ。